アルブレヒトクマ公は、ザクセン公、ブランデンブルク編共白。バレンシュテット博アルブレヒトとも言う。資料には一貫して、アダルバートス、と記載されている。アスカーニエン家出身の人物で、ドイツの東方進出に寄与し、1157年に、ブランデンブルク編共白領を創設し、初代ブランデンブルク編共白に封ぜられた。 アルブレヒトの功により、ノルトマルクも事実上、ブランデンブルク編教白領として、新生ローマ帝国のハントとなった。バレンシュテッド白オットーとザクセン公マグヌスの娘アイリカビルンクフォインザクセンとの間の一人息子。出生地は明らかでな。添えなの、クマは、おそらく、ハインリヒシシ公のライバルとして、敬意を込めて与えられたものであろう。1123年に、 父が亡くなり、バレンシュテッド白霊を継いだ。同年、アイレンブルク白剣埋戦編脅迫ハインリヒ2世が亡くなり、神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世が、グロイチュハクビプレヒト2世を埋戦編脅迫に指名したことに反発した、ザクセンコロタールとハインリヒ2世の、ジュオジにあたるコンラートと手を組んで、ビプレヒト2世を追放、ロタールに、ラウジッツを受封された。 1134年にノルトマルクも授けられ、ラウジッツと合わせて、ブランデンブルクへの拡張に努めた。しかし、ロタール三世と隕石関係にあり、同じくザクセンに勢力を持つベルフケと対立していった。1137年に、ロタール三世が亡くなり、向このバイエルン公ハインリヒゴー公が、ザクセンコウも相続したが、他の帝国諸公とローマをコンラート三世に、 危険視され、翌1138年に所領を募集、ザクセンはアルブレヒトに与えられた。しかし、アルブレヒトは、ザクセンを実行支配できず、ベルフ家に敗れて、ザクセンから逃亡し、1142年に、ザクセンを放棄した。ザクセンはゴーガン公の息子ハインリヒシシコが、獲得した。アルブレヒトは、ザクセンを保持できなかったが、 その直後に拡大された彼のブランデンブルク編強迫領が対抗勢力からは独立した一国として宣告されたことでたやすく心を沈めた。1140年に同族のバイマール・オーラミュンでハクビルヘルムが亡くなると医療を継承を。1147年のベンド十字軍に参戦したがほとんど成果を上げられずに終わった。もっとも彼は植民地化して 高素の義務化を図ろうとしている土地を荒らし回るのは、愚の骨頂だと思う態度でこの戦いに臨んでいた。1152年、ヴィンツェンブルク・ハク・ヘルマン2世が殺害されると領土を請求したが、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世の仲裁で、ハインリヒシシコウが相続した。アルブレヒトは引き換えに断絶した、プレッツカウケの領土を相続、ハルツ山地に支配を及ぼした。 1157年に、ブランデンブルク編強迫に任命、エルベガワイトの領土を獲得、ドイツの東方進出を進めた。アルブレヒトの政治的成功は、マクデブルク大司教との協力の上に成り立っていた。そして彼は、イタリア遠征、ポーランド遠征、宮廷法師において、法演シュタウフェン家を支えた。1170年、70歳の高齢で没した。 当時としては異例に、証明の人物であった。しばしば聖居の地は、シュテンダールとされるが、これも証明されてはいない。アルブレヒトの墓が、ハルツ山地の麓にあり、現在は城になっている、当時のバレンシュテッド博家の修道院にあることは、確実視されている。ブランデンブルク編教博領は、息子の夫一世が相続した。別の息子ベルンハルト三世は後に、 ハインリヒシシコウが帝国追放された後にザクセン綱領を獲得した。1125年にクベードリンブルクの女子修道委員長ベアトリクスの姉にあたるゾフィアと結婚した。彼女はビンツェンブルク白家の出身ではないかという説があるが仮説に過ぎない。この夫妻の間には7人の息子と3人の娘が生まれた。 ザクセンコー時代のこの人物をドイツ語ではもっぱら、アルブレヒトクマコーと称し、ザクセンコーアルブレヒト一世とは呼ばない。この呼び名は、通常、彼の孫にあたる同盟の人物を指す。レクシコンでミタロウルタース、BD、アイミュンヘン、チューリヒ、アルテミス1980、SP316、レクシコンでミタロウルタース、BD、アイミュンヘン、チューリヒ、 アルテミス 1980SP316 フリードリヒフォン・ラウマー騎士の時代ドイツ中世の王家の公募法政大学出版局199238ページフリードリヒフォン・ラウマー騎士の時代ドイツ中世の王家の公募法政大学出版局199243ページフリードリヒフォン・ラウマー 騎士の時代ドイツ中世の王家の工房、法政大学出版局1992、65ページ。フリードリヒフォンラウマー、騎士の時代ドイツ中世の王家の工房、法政大学出版局1992、73ページ。レクシコンでミタローオルタース、BD、アイミュン編、チューリヒ。 アルテミス1 9 8 0 s p 3 1 7レクシコンで n d ロールタース b d アイミューン編チューリヒアルテミス 1980SP316 から317フリードリヒフォンラウマー騎士の時代ドイツ中世の王家の工房法政大学出版局1992201ページ例えば レクシコンでミタローオルタース、BD、アイミュンヘン、チューリッヒ、アルテミス1980、SP316 記載の H ルーデとの説。そうであれば、ヴィンツェンブルク・ハクヘルマン2世の姉妹。ありがとうございます。